憧れていたアイドルっていらっしゃいましたか？嵐かな。嵐みたいになりたいとか、そういった意味でのこう憧れではなく、もう本当に全く別の世界の王子様として の、 あの憧れではあるんですけど、アイドルって存在は綾瀬さんにとってどんな存在なんですか？夢を見せる仕事であって、時にはいい偽り方をしてキラキラとした姿を見せ続けるプロだ。正直僕には絶対できないなと思いますし。どういうところができないと思いますか？だってなんか疲れそうじゃないですか。とにかくわざとらしくやってもらうっていうのを最初はもうやって、本当に自分が一番可愛いと思ってまず歌ってほしい。もうもっともっと、もうもっと可愛くだし、もっと自分を可愛いと思って。レコーディング終わるまで割とちょっとこうその歌声のニュアンスを維持したまま多分喋ってたと思います。OK、じゃあもう一回行くねみたいな。現場みんなおじさんとしてるってたんで、その状態が必要なんだっていう。 Come true。 うん、もう一回やります。めちゃくちゃいいっす。にゃーにゃー、マジでめちゃめちゃいい。きらめいて消え